今シーズンをもって移籍することになりました貴桂馬です。2年間という短い間でしたが、いいことも悪いことも全て自分の成長につながりました。他国に行きますが、この2年間の経験を生かし頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします。今シーズンでエースハリマアルビオンを退団することになりました小池心です。アルビオンではカップ戦優勝や3年連続7位、クラブ史上初の3位野球連勝、キャプテンやキャプテンなどたくさんの経験をさせていただきました。私にとってアルビオンは特別なチームです。私が7年間戦ってこれたのは、一緒にプレーしてきたチームメイトやスタッフ、雇用してくださった職場の方々、サポーター、スポンサーの皆様など、アルビオンに関わる全ての皆様のおかげだと思っています。本当に感謝しています。今後はここでの経験や学びを糧に、プレイヤーとしても人としてももう一段階レベルアップしたいと思い、うちから新しいチームにチャレンジすることを決めました。私らしく走り続けるので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。2022シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。今シーズンをもってエースハリマアルビオンを退団し、スフィーダ世田谷 FC に移籍することになりました。高校卒業してからの5年間たくさん応援してくれて本当に心から感謝しています。移籍を決めるのは簡単なことじゃなかったけど、自分なりにいっぱい考えて悩んだ結果、新しい環境でチャレンジしようと決め移籍を決断しました。このチームでプレーできて本当に良かったです。これからもエースハリマアルビオンをよろしくお願いします。5年間本当にありがとうございました。背番号11番、葉月ゆうきです。まずはじめに今シーズンも応援していただきありがとうございました。今シーズンをもって引退することに決めました。覚悟を持って挑んだ今シーズン、個人としては結果を残すことができませんでしたが、リーグ戦150試合出場達成やチーム史上最高のリーグ戦3位を取ることができ、とても嬉しく思っています。幼稚園の時から22年間、特に大きな怪我をすることなく大好きなサッカーができてとても幸せでした。サッカーを通じてたくさんの出会いや経験をすることができ、一人の人間としても成長できたと思っています。今まで自分に関わってくださった全ての方々に感謝しています。アルビオンに移籍してきて3年間このチームでプレーできたこと、とても嬉しく思っています。これからもエースハリマアルビオンの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。今シーズンをもって移籍することになりました久永美穂です。2年間という短い間でしたが、ハリマというチームでプレーができて良かったと思います。別のチームにはなりますが、また同じピッチでプレーできるように頑張ります。2年間たくさんの応援ありがとうございました。この度エースハリマアルビオンを退団することになりました。入団から1年も経っていませんが、このチームで様々なことを学び経験させていただきました。チームメイトやスタッフ、職場の方々、スポンサーの皆様やファンの皆様にとても感謝しています。初めてのなでしこリーグのチームがアルビオンということに誇りを持って、新天地でも私らしく挑戦し続けたいと思います。ありがとうございました。
2022シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。今シーズンをもって AS ハリマアルビオンを退団し、リディウルフ F 石川へ移籍することになりました。怪我でサッカーする時間は短かったですが、このチームでプレーできてよかったです。次のチームでも頑張ります。2年間本当にありがとうございました。2022シーズンもたくさんのご支援ご声援ありがとうございました。今シーズンで退団します、しだれつなつです。サッカーを通して素敵な仲間に出会えたことや、大好きなサッカーをレベルの高いチームでできたことはとても嬉しかったです。エースハリマアルビオンに関わる全ての皆様、本当にありがとうございました。今シーズンをもちまして、エースハリマアルビオンを退団することとなりました。1年間という短い間でしたが、エースハリマアルビオンではたくさんの経験をさせていただきました。この経験を生かして、次のチームでもサッカー選手として、人として成長できるよう頑張ります。1年間ありがとうございました。今シーズンをもちまして移籍することになりました。1年間ファンサポーターの皆様、スポンサー企業の皆様、本当にありがとうございました。自分自身にとって怪我でとても苦しい1年になりましたが、このチームに来て新しい仲間と目標に向かって過ごす毎日がとても充実していました。新しい環境でもサッカー選手として、また人としてもっともっと成長できるように頑張りたいと思います。1年間本当にありがとうございました。今シーズンで退団することになりました三浦奈々子です。サポーターの皆様、スポンサー企業の方々、1年間という短い間でしたが、たくさんの応援サポートありがとうございました。私自身、今シーズンは怪我が多くチームに貢献することができず悔しい1年でしたが、チームメイト、スタッフに恵まれ、クラブ史上初の3位という結果で終われたことを嬉しく思います。これからも AS ハリマアルビオンを応援していただけると嬉しいです。今までありがとうございました。今シーズンをもちまして移籍することになりました土屋桃香です。1年という短い期間でしたが、素晴らしいサポーターの皆様やスポンサーの皆様に支えてもらうことができてとても嬉しかったです。出場機会はなかったのですが、素晴らしいチームメイトやスタッフと 1年間サッカーすることができてとても充実した1年になりました。他のチームに行っても頑張るので、ぜひ応援してください。1年間ありがとうございました。今シーズンで退団することになりました大谷ルアンです。1年という短い間でしたが、サッカーでも私生活でもたくさんの経験をさせていただきました。怪我が多く苦しい1年でしたが、いろいろな方の支えがあり、ここまでやってこれたと思っています。この1年で経験したことを生かして、新天地でも活躍できるように頑張っていきます。スタッフやチームメイト、雇用先の方々や応援してくださったサポーターの皆様、1年間ありがとうございました。今後とも AS ハリマアルビオンの応援よろしくお願いします。